カイバ、今回こそお前を倒してみせるぜ。どうもみんな、闇ダースだ。今回もカイバとの地位を決するために戦っていくわけだが、よりによって引きが悪いぜ。まあ光の角と雷族はあるんでな。あとはドラゴン族待ちってわけだ。少し防衛に徹してみようか。俺はミラージュを守備表示で召喚し、ターンエンド。逆にドラゴン族さえ来ちまえば今回なんとかなりそうだな。お？守備表示だと？あいつは何を考えてやがるんだ？とりあえず攻撃しても痛い目見るだろうからな。そのまま守備を継続するぜ。紅葉鳥か。まあ相当のサンダードラゴンさえ作ってしまえばこっちのもんだな。ミラージュ一匹倒されたとて千なきことだぜ。だがまだ来ないな。引き続き手札を織り交ぜていくぜ。俺はターンを終了する。どうもこの海馬と対戦するときは妙に手札がな、引きが悪いんだよな。なんでか俺にもわからん。さあ来い、ドラゴン来たな。俺はメタルドラゴンからのこれでメタルドラゴン、そして相当のサンダードラゴン、さらに光の角でこいつは強化するぜ。攻撃力3300、これなら勝てるぜ。やっとなんとかなりそうな空気になってきたな。ほらブルーアイズ出してみろよ。だろうな。俺のターン。そうだな、一度スッキリさせるっていう手もありか。俺はマジックカードを使用するぜ。サンダーボルト、さらに相当のサンダードラゴンでダイレクトアタック。ターンを終了する。次のターンでサンダーボルトが来れば俺の勝ちが確定するが、まあそううまくはいかないだろうな。ならば俺はメタルドラゴンを召喚するぜ。こいつにかける。うわっが、無駄に守備力高いカードを狩る死神か。まあいいだろう、次で決めてやるぜ。よし、俺のターン。おおまあしょうがないな。まあどうやってもとりあえず出す。あ、そっか、場にメタルドラゴンいたなら相当もう一匹作れたな。まあいいや。あー、ラビリンスボールだな。ラビリンスボールなるほど。え、ちょっと待てよ。となると話が変わってくるぞ。サンダーボルト待ちだな、これ。あー、山も確かもう投げちまったんで。そうだな、サンダーボルト待ちになるな。逆にサンダーボルトさえ来ればもう俺の勝ちが確定する。来た。さて買えば俺の勝ちだぜ。相当のサンダードラゴンでダイレクトアタック。うん、この辺からきつくなってくるんだよな。的を持つ邪竜ドラゴンだな。ありがたいぜ。負けた貴様に俺が。何、なんだこの光は。千年アイテムがカードに吸い込まれた。千年アイテムのカードが全部が揃った。ダース君、これでよかったのかい。ダース様、よくやりました。時を超えたこの秘術の成功で元の世界に戻れますぞ。これもあの世界での彼の協力のおかげです。武藤勇気、彼はあなたにとってもう一つの
可能性だったのかもしれません。さあ、今こそ時空を超えて引き合う千年アイテムの力で元の世界へ続く扉を開く時です。ヘイシーンは今や6つのアイテム全てを手にし、広大な地域を支配しております。奴は集めたアイテムの力を使い、闇の力の封印を半ば解いてしまいました。全てのアイテムはそれぞれ己の支配した領土の特殊な神殿に収め守らせています。ダース様、全ての千年アイテムをヘイシーンから取り戻し、二度と人の手に渡らぬよう再び封印してくだされ。奴が千年アイテムを隠した神殿の場所は遺跡で調べることが可能なはずです。時間が来たようです。私のできることはこれで終わりです。私の肉体はもう滅び、こうしてダース様に話すことができるのもここまでです。あとは一人で困難を克服してくだされ。私はあなたを信じております。戻ってこれたのか。ここはどうやら廃墟になった神殿のようだ。誰もいない。シモンとも別れてしまった。話の通り一度遺跡に行ってみるか。どこのこと言ってるんだ。これか。都旧カードや旧竜でしょ。 OK、 行ってみるか。壊されている。誰もいないようだ。誰もいない。廃墟のようだ。おい、ダース！よかった！生きてたんだな！久しぶりに寄ってみたら、ダースがいるなんてな！信じらんねえぜ！お前が本当は王子だって聞いて、俺はびっくりしたぜ。でも、無事にあいつらから逃げおせていたなんて、すげえな。ダースがいなくなってから随分変わっちまったよ。ここはこんなになっちまったけど、実は他に秘密のデュエル場があるんだ。さあ、積もる話はそっちでしようぜ。来いよ。さあ、ここが新しい俺たちのデュエル場だ。ダースを探してる神官たちから随分と絞られたぜ。どこに逃げたかってな。俺たちが知らねえって答えたら、奴ら、あのデュエル場をぶち壊していきやがった。だから、カード屋の親父と一緒に、あいつらに分からねえように、この地下デュエル場を作ったんだ。ダース、無事だったのね。そうさ、ダースがあいつらに捕まるわけないじゃねえか。よかった。でも、あの神官たちからよく。そうだな。あいつら、王国中で好き放題、横暴に振る舞ってやがるんだ。怪しげな魔術を使ってな。もう誰にも手が出せない。このままじゃ俺たちはこの地下でずっと暮らさなきゃいけないかもな。なあダース、久しぶりに俺たちと対戦しないか。こんな時だけど、まあ気晴らしにと思ってな。あー、武藤遊戯が現代で、カードに千年アイテムをこう封印というかやってる間に、この世界すごいことになっちまってるみたいだな。とりあえずジョーノと対戦するぜ。よし、今日こそ勝たせてもらうぜ。そして先ほど手に入れたこの的を持つ邪竜な、ドラゴン族なんで、デッキに入れようと思う。獣も鳥ももうぶっちゃけいらんちゃいらんけどな。獣外すか。デュエル、ジョーノ君、一勝負しようぜ。
ということで、今回のジョーノ君は、初戦と違って多少強くなっていると。まあ、別キャラ扱いになってるわけだな。まあ、何を出してくるのかっていうところなんだが、初っ端から相当、あぶねえ。相当のサンダードラゴン作れるな。牽制としては十分すぎるぜ。俺はターンを終了する。よし。俺のターン。まあそうだな。せっかく女性がいるんでな。サンドイッチ作ろうじゃねえか。俺はサンドイッチを召喚し、攻撃表示で召喚する。さらに、攻撃ワレットエイズ。まあそうだな。相当の前では無力だが、ジョーノ君2戦目からはレッドアイズを出してくるわけだな。お、うわ、もう1枚持ってやがったな。まあいい、俺のターン。お、これは来たな。もう1体相当のサンダードラゴンを召喚する。守護星は別にしとこうか。レッドアイズを攻撃、さらに相当のサンダードラゴンでダイレクトアタック。そしてターンを終了するぜ。次のターンで決めてやる。サンダーボルトが手札にあるんだな。よし、俺のターン。マジックカードサンダーボルト、終わりだ。おお、ファイヤーデビルか。今はもう必要ないな。なんとなく今日は勝てる気がしたんだけどな。俺ももっと頑張らねえと勝てねえか。ダス、調子はどう？私と対戦してみる？アンズと久しぶりにやろうか。よし、負けないからね。ああ、そういえば先ほど手に入れたファイヤーデビル。まあこいつアンデッドなんだが、火としてもおそらく使えるはずなんだよな。なんで、そうだな。アンデッド、まあ死者の腕とかゾンビランプとか入ってるんだが、死者の腕抜くか。これを外してファイヤーデビルを入れるぜ。あ、もう一枚あるんだな。もう一枚あるならゾンビランプにこれ抜いちゃう。これでいこう。デュエル。まあ、アンズに恨みはねえが、手加減はしねえ。俺のターン。初っ端から飛ばしていくぜ。俺は相当のサンダードラゴンを召喚し、ターンエンドだ。おそらくアンズは、2戦目といってもそんなに強いカードは持ってないはずなんだな。そうだな。エルフとメデューサで何かできないか。ダメか。さすがにこれはちょっとナメックすぎるか。ああ。まあそうだよな。一旦くれてやるぜ。ターンエンド。まあいくらアンズといえどあのオニオンぐらいのな、戦力を使ってくるわけだな。ああ、懐かしいカードだな。アンズらしくていいじゃねえか。そして俺は、紅葉鳥を召喚する。こいつも戦力としては十分だからな。さらに、相当のサンダードラゴンで、ダイレクトアタック。俺はターンを終了するぜ。守備表示か。ここでマジックカードサンダーボルト、さらに攻撃を加えていくぜ。とどめだ。いらんな。ああ、負けちゃった。これでも随分上手くなったつもりなんだけどな。他にもまだいんのかな。あ、これめちゃくちゃいんのか。ああ。ダース、よく生きてたな。知らなかったぜ。
ダースが王子だったなんてよ。でもまあ変な感じだよ。あれからいろいろあったしな。全部現実とは思えねえんだ。だからこんな時でも俺たちはここでゲームを続けてんのさ。なあ、昔からの仲間の俺たちは前と同じで構わないだろ。さ、勝負しようぜ。もちろんだ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。さあ、村人 A とのデュエルだな。キャラクター的には同じ扱いだったろうが、ちょっと覚えてないぜ。ここはサンドイッチで様子を見るか。ターンエンド。俺のターン。ドラゴンがいないんだな、これが。パンプキングだな、ここは。召喚。さて、こっから積極的に攻めるぜ。さすがにカードが弱すぎるな。キャラクターとしては元の村人 A のままだと見た。ジョーノとアンズだけみたいだな、あくまで強くなってるのは。よし、ガンガン攻めるぜ。俺はサンダーボルトを使用する。そしてこの2体でダイレクトアタック。やつの残りライフポイント2000だな。よし、このターンで決める。俺は埴輪を召喚するぜ。意味なんてないさ。そしてパンプキングで攻撃する。終わりだ。まあ苦戦するような相手でもないからな。魔法のランプなんてまだいらないカード。やっぱり勝てねえか。おお、君も生きてたか。ふう、こんな世の中になってからレアカードがめっきり手に入らなくなっちゃったよ。え、僕と対戦してくれるの？まあせっかくだしな、一回ぐらいやっとくか。手加減なんかしなくてもいいよ、僕だってなかなかやるんだから。デュエル。さて、こいつはどうしたもんか。ちょっと微妙だな。とりあえずセイントバードで様子を見るぜ。ターンエンド。これはいけるな。相当のサンダードラゴンを召喚する。まあそうだな、おそらく村人 A も変わってないところを見ると B もキャラクター的にはそのままだと思う。つまり使ってくるカードも一緒のはずだ。サクッと終わらせるぜ。俺のターン。おお、ドラゴン族が集まってきたが相当は作れないな。これ使えるだろうか。お、できたな。メタルドラゴンを召喚するぜ。そしてセイントバードで攻撃。おお、50足りないな。まあいいだろう、少し猶予を与えてやる。俺のターン。俺は埴輪を召喚するぜ。意味なんてないさ、2回目。そしてメタルドラゴンで攻撃し、埴輪でダイレクトアタック。終わりだ。鎧ネズミ、覚えてないな。負けた。もっと強いカードがなきゃ全然ダメだね。おう、ご老人も無事だったか。おお、久しぶりじゃの。わしも行くあてもないからここに毎日来とるんじゃ。昔のようにな。でもな、
もうデュエルする気力はなくなってもうた。今じゃここでカードのトレードをやっとるだけじゃ。デュエルはもうしてないんだな。さあ、あとはおそらく一緒だと思うんで、一回ずつ話してからここ出ようか。ああ、内容も一緒か。ああ、微妙に違う人もいるんだな。それでカードへのおっちゃんがうんたらって言ってたが、セーブはどこでするんだ？あ、ここが地下カード屋になってるわけだな。王宮行ってみるか。誰もいない。あ、中に入れるな。すべて壊されている。うわ、なんだ貴様、ここが立ち入り禁止だぞ、出ていかんか。わあ、ちょっと尺がギリギリだが、どうする、セーブしてないんだよな。やってやるぜ。貴様、歯向かうのか。見るほど知らずめ、我々の魔力を思い知れ。鎧ネズミ、あ、こいつか。今は使えないな。一平卒ごときが、相手をしてやろう。俺のターン。この引きの悪さよ。さて、セイントバードル様子を見るとしようか。さて、どう来る？何？守備表示だと？やつは何を考えている？おー、にしても微妙だな。あえてこれちょっと使うか。手札を回すぜ。そして守備表示。お、魔法トラップだな。何を企んでる？お、この極端な。そうだな、一回使ってみるか。じゃあ少しもったいない気もするが、どうせあと2枚残ってるからな。そこまで追い込まれることもないだろう。ダイレクトアタック。罠が作動することもない。奴は何を伏せている。何？天使の生き地か。2000ポイントライフ回復だな。まあ、なぜそれを伏せたのかよくわからんが、装備魔法ばっかり来るな。俺はサンダーキッズを召喚し、セイントバードでこいつを攻撃してみるぜ。うわ、ちょっと足りないな。いいだろう、守備を固める。さあ、どう来る。水の魔導士か、懐かしいな。だが、思ったほど強くはないと見た。こんだけ、こんなに強化アップやってもね、しゃあないっちゃしゃあないんだよな。光の角いらんか。角持ったモンスがいないんだよな、でも。だよな。しょうがない。とりあえず攻撃するぜ。いや、しかし、引きの悪さたるや。もう異次元からの侵略者か。やはり大したことはないな。俺の手札が弱すぎるだけで。よし、メデューサの亡霊を使うぜ。お、守護星で勝ってるんで、ゴルゴイル、こいつを倒しちまうか。よし、これで奴の場からモンスターを消し去ることができる。俺はターンを終了する。よし、俺のターン。今度機械か。引きが悪すぎるな。ちょっと魔法使うか。山、マウンテンだな。そして俺のターン。セイントバードがパワーアップしたぜ。破壊のゴーレムか。よし、ターンエンド。さあ、どうくる。守備か。いやー、素材ばっかり来やがるな。
いい、こいつは2体とももう消費してやる。そして俺はセイントバードでこいつを攻撃するぜ。よし、地味にだがダメージを与えてるぜ。そしてターンエンド。ギガテックウルフか。よし来た、お前は待ってたぜ、相当のサンダードラゴンよ。まあサンブルで焼き尽くしてダイレクトアタックでもよかったかもしれんが、まあいいだろう。攻撃するぜ。さらにメデューサの亡霊でとどめだ。ザコが、グリフォールはもう4枚ぐらい持ってんで。貴様がカード使いだったとは、ただものではないな。ここはシモンの部屋だったようだ。すべて破壊されている。結局セーブをどこでするのかがわからんな。もう一回行ってみるか。おう、入り直したらちゃんとできたな。どうにかわしもここでやっていけてるよ。あ、選べるわけだな、カードや。はい、ということで、過去に戻ってきたはいいが、ご覧のありさまだ。次回以降はストーリーを進めつつ、やっていこうかなと思うぜ。ではご視聴ありがとう。また次のパートも見てくれ。じゃあな。